はい、皆さんこんにちは、うだつ田中です。こんにちは、かなべです。さあ、今回10回目となりますクエリミュージック TV、今回はですね、なんかメイキング調にお送りしたいと思っております。さあ、2回目ですけど、かなべ緊張してますか？ね、全然問題ないです。全然問題ない、はい、ほう、うん、さあ、そんなことでですね、今回の、ゲストなんですけども、ついに、ついにと申しますか、関東の方の登場でございます。フロントミッションフィフスを担当しました岩崎秀則さん。好きな食べ物は、好きな飲み物はヨールービーでございます。ヨールービーって何ですか？ヨールービー知らないですか？はい、知らないですか？はい、初めて。洋物のビール、海外のビール。それは 100% 間違った業界用語だと思います。あ、そうですか。はい。いやいや、ルービーミノとか言うでしょ。いや、言わない。ビール飲む。うん。はい、そんなことですね。さあ、今回はですね、ソファートークではなくですね、岩崎秀則さんが直接ですね、フロントミッションフィフスの音楽がどういう風にして、作られていくか、この辺りをですね、存分に語っていただきましたんで、じゃあ見てみましょうかね。はい、じゃあ VTR2。皆さんこんにちは、岩崎です。フロントミッションフィフスの音楽を担当させていただきました。今回のスクエニミュージック TV では、フロントミッションフィフスのイベントシーンにおける曲がどんな感じで作成されていくのか、流れを追って簡単にご覧いただこうかと思います。ゲーム制作とかゲーム音楽に興味がある方にも楽しめる内容だと思います。これ台本と絵コンテですね。大体こうゲーム開発の初期段階にはこういう絵コンテとか台本が、ぐらいしか資料がないので、こういうものを読むところから作業が始まります。あ、これはいわゆる絵コンテがこうウェブ上で見れるんですけれども、僕は大体プリントアウトして見てるんですけれども、こんな感じで、絵を見ながら、どんな音楽が合うかななんてこう妄想を膨らませながら曲作りを始めます。まだテクスチャーとか、つく前の映像ですね。映像は出来上がってないんですけども、まあ、この絵を見れば大体どういう人物がどういうタイミングで動くかなんていうのが分かるので、これを見ながら、音楽を作っていきます。今回のフロントミッションフィフスでは、今までにない、フルオーケストラも、使ってます。隣にいるのは福井さんですね。右手に持っているのはトークバックという、ボタンですね。これを押すと、スタジオの中にいる演奏家の人と会話ができます。最後3発ともグリスっていけますか？で、こうわざとらしいぐらいにわーっとやってください。はい。合唱団の皆さんですね。今回は合唱も生で収録しています。隣にいるのはシンセオペレーターの山中くんです。はい。
そんなわけで、レコーディングしてきたものを組み合わせて最終的にこんな感じのものができます。アルファはこちらレッドシックス、移動はできない。ここで応戦する。火器の使用許可を求める。レッドシックス、我々は PKF だ。 OCU エリアでの交戦は許可できない。繰り返す、 OCU エリアでの交戦は許可できない。そんなわけでフロントミッションフィフスよろしくお願いします。スタジオの田中君、ちゃんあべ。はい、岩崎さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうでしたかちゃんあべ、はい、ね、あのゲーム音楽がねこうできる過程を、はい、あの丁寧に説明いただいたわけなんですけどね。躍動的でとても面白かったです。躍動的だったですか。はい、まあ躍動的でしたね、はい、多分。はい、まあ本当はですね、岩崎さん一緒にこう同じ部屋でいろんなお話したかったんですけどね、はい、ちょっと残念でしたね。今回は何か、田中さんとのトークが絡みづらいとおっしゃって嫌だと。いや、嫌だ、はい、マジっすか。おっしゃってくれました。マジっすか、はい、僕のお前めっちゃ絡みやすいですよ。めっちゃ絡みやすいですよ僕は。あの伝説のラーメン屋のスープと麺ぐらい絡みやすいですよ僕は。それが絡みづらいんです。それが、はい、それを言わないでね。前から気になったんですよ僕。それはね、やれディレクターだろうね、やれ、それでは執行役員レベルみたいなね。スンプルスンプ情報。はい、というわけでですね、今回のゲスト岩崎さんが担当されましたフロントミッションフィフス、スカーズ・オブ・ザ・ウォーのオリジナルサウンドトラックが1月25日発売となります。いやもうすごいですよこれね。まあそういうわけで、ちゃんあべも買いますか。買いますか。はい、はい、もううるさいです。すいません